はい、どうも、皆さん、こんにちは。エルツです。さあ、今回は、爆強ゴマパレード弾いていこうと思うんですけども、ですね、本来は、スルーする予定だったんですよ、これ。コラボがあるっていうことでね。ただ、ちょっと、10連だけ、弾きます。で、本当は、エルティナ狙いで、ボリューム1で50個使おうと思ったんですけど、ちょっと、そこはね、節約ということで、20個節約して、こっちの、普通の方をね、10連だけ弾いてね、30個に抑えようかなと思います。では、ラインナップ見ていきましょう。さあ、まずこの中にいるのは星にはもちろんね、シンゴマ2体ですね。ダフネとトキカツ。この2体はもちろんね、欲しいんですけど、エルティナがマジで欲しいです。もう、1年持ってないね。もうそろそろ来てもいいんじゃないかなと思ってますけども。あと、ヌライヒョンですね。もう欲しい。まあ、それぐらいかな。この上ら辺は。この下ら辺で言うとですね、アルト、アンチヒールですね。アンチヒール僕まだ持ってないの欲しいんですよね。1体ぐらいは。あと、フレディクルリーも欲しい。コンバート。で、あとはね、カリス。カリスマジで欲しいですね。あとはね、なんだろうな。他になんかいたっけこれ。あ、いたわ。アベル。アベルはマジで欲しい。アベルください。あと、クロケル。クロケルはマラグイのね、エンデガ的な存在なので、それも持ってないんで欲しいということで、引いていきましょう。さあ、今回10連だけですからね。もうこれでもうエルティナなんて出たらね、もう叫びますよ。思いっきり叫びますよ。さ、意地張るか。あー、入らない。入っていかない。ただね、まだね、ブレーバーチャンスありますから。さ、トラ、あ、ブレてない。お音出てんね、音出てる。1枚。1枚か。さ、止まれ。ほい。あー、おーおー、来た。アベル難民卒業。やった。やった、ついにだ。1年待ったぞ。やっとまともな極縁来た。僕これ初めてだからね。ガチャさんの極縁声で。ってことでね。今回僕は初めて、やっとですね。初のガチャさん極縁をゲットすることができました。ということで、皆さんも、噛んだ最後に。皆さんの結果もね、ぜひコメント欄教えてください。ということで、また次回お会いしましょう。